入ったチームが勝手にガンマのジュニアスに変わったんです。もうなんか化け物みたいなやつが急に出てきて、ずっと辞めたかった。同期が誰やと思います？稲本潤一さん。そうなんですよ。こういうのがプロになるんやって。彼らにはなれないと。だからもう中1でもうプロを諦めてたから。皆さんこんにちは、本日のゲストは元日本代表のミッドフィルダーで現在は経営者、そして指導者としてもご活躍されている橋本英夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初の出会い覚えてますか？最初の出会い全然覚えてない。覚えてる？覚えてないです。そうやね。多分代表の時にちゃんと会話をしたぐらいで、うん、その前まではしてない。なんか僕のイメージは、うん、もう裏ゴールデンエイジの人だってそれあれ平川とか、そう坪ちゃんとかということで本日はですね、橋本さんのサッカー史を遡って伺っていきたいんですけれども、まずサッカー始めたきっかけ、はい、きっかけは、はい、兄6つ上の兄がいて、兄がもともとサッカーを小4ぐらいから始めたんかな。だから6つ上からまだ俺幼稚園の頃ね。でそれで卒業、兄が卒業するタイミングで俺は小学校1年生でそのチームに入ったっていう、ちょうど入れ替わりやね。ちなみにどんなお子さんだったんですか？自己中の負けず嫌い。今からちょっと想像つかないですけどね。はい、それもサッカー史、僕のサッカー史振り返ってもらったら、そこが変わる転機があったんで。なるほど、はい、小学校の時、まあ、そのチームに入ってサッカーやるわけですよね、うん、強かったんですか？サッカー弱いです。大阪市で2回戦ぐらいで負けるぐらいかな。1回戦か2回戦で負けるぐらい。じゃあサッカーやってて、うん、上手いなとか、うん、なんか俺一番だぜみたいなのはなかったんですか？うん、あった。あ、それはあったんですか？勝てないけど。勝てないけどチームでは上手い方やったから。あー、そういうことなんですね。あ、俺上手いわ。リューティング俺30回できるし。はい、いやいや皆さん笑いますけど、はい、そのレベル感のチームやったんで。あ、そういうこと。僕リューティングできる方やったんで、しかもボモで太ももだけでリフティングやってましたただですよ、その、はい、勝てないけど、まあ上手い、はい、うん、でまあリフティングはその中ではまあまあできる、うん、できる。橋本さんが中学校に上がったら、はい、ガンバジュニアユースに入るんですよね？そうです。これはなんでなんですか？兄が行ったチームが鎌本 FC っていうチーム行ったんですよ。ガマさんの。そう、鎌本さんが持ってるサッカーチーム、はいはい、でセレクションもないし、はい、で弟よ、お前もそこに行けと。で小6の時にそこに行って、今度ジュニアスに入る予定ですって言って、はい、ああそうなのみたいな感じでコーチ監督とかとこう挨拶して、はい、次年またいで小6から中1になったら、はい、ガマのジュニアスになりました。その鎌本 FC がガンバジュニアユースの前身だったわけですか？そういうことです自動昇格。自動昇格。自動昇格いや、そうだからセレクションも何もないし、はい、入ったチームが勝手にガンバのジュニアユースに変わったんですよすごい話ですね、はい、なんかラッキーなんですかね、これは。どうなんですか？まあ人生においては、まあ、いい方向には結果的にはね行ったかなっていう。これ同期の選手たちは何人ぐらいいらっしゃったんですか？ガンバ。それねすごいんですよ。やっぱりみんな知ってたんですよ、鎌本 FC がガンバのジュニアスになるって。大阪府だけじゃなくて兵庫からも来る、和歌山からも来る、バーって集まって100、1学年1年生だけで100人以上いたんですよ。で同期が誰やと思います？一人有名人ですよ。稲本潤一さん。そうなんですよ。稲が中1で追って、で彼はもうその頃から関西選抜、関西トレセンに入ってて、はいはい、そのジュニアエースにはもともと鎌本 FC のジュニアにも一人日本代表がいた、ほうアンダー12の日本代表のフォワードのキャプテンがいた、はいはいはい、であと関西選抜がそのタイミングで他にもあと2人ぐらい、あと大阪府のトレセン入ってるのが8人ぐらいいたんじゃないかな。はもうなんか化け物みたいなやつが急に出てきて。橋本さんはその時に見て、はい、やっぱり悔しいって思ったりしたんですか？悔しいじゃなく辞めたい。辞めたい。ずっと辞めたかった。それは実力の差があるって。ありすぎた。ちょっと心折られたのは、はい、稲になんかねミニゲームやってる時に、はい、こう向かい合って1対1みたいになった瞬間にキックフェイントされた時にこう飛んで避けたら抜かれて向こう走っていかれたっていうので、あみたいな、その自分のレベルとの差を実感して避けんなよみたいな言われる文句を言われる言われる下手やから。あー、それはちょっと傷つきますよね、うん、もう一番下からスタートになりました。えー、
でもみんな辞めていくんよね、自分と一緒で。100人で、そう、もう2ヶ月3ヶ月で半分にはなった、もう50人ぐらいになったすぐ。それはもう自分から辞めるんですか、辞めさせられるわけじゃなくて。みんな辞めていく、地多すぎるから、はい、コーチが見切れないよ。あっちでミニゲームやっといてねって。だ上の子らは上の子らで A チーム B チーム C チームってこうバーって H チームぐらいまであって、そういう序列がこうつけられてて、そっからで最後の残り物におったみたいな。残り物でやってたらやっぱ残り物嫌やんみんな、はい、だからどんどんいなくなっていくんよね。気づいたら自分の序列が変わってったでまあその中でちょっといろいろきっかけあって、俺よりその ABC で言ったら上の子がおったよね、はい、でその子塾行ったりしてて、試合やってる時とかにその子の方がなんかまあ塾行ってるけどうまいから、うん、まあ試合出れんねんみたいなことをポロッと言ったのを人伝いで俺は聞いたんよね。で俺はなんか下手やったけどなんかこう必死に頑張って食らいついてた感覚やって、うん、やめたいと思いながらでも、うんうん、でもなんかその子のことを聞いた時にいやなんかムカつくなってなって、うん、自分の中でスイッチが入って、そいつには負けたくない、まずそいつは乗り越えようと思って、うん、でそっからこうやってるうちに中1のその冬ぐらいかな、はい、B チーム A チームを行ったり来たりするぐらいのところまで。ああ、そう、あのジュニアユースの時に、うん、なんか草サッカーもやっていたっていう話を聞いたんですけど、うん、それはガンバのジュニアユース以外のチームでやってたんですか。チームじゃない、もうそこがすごい辛すぎたから、はい、近所が長井公園があるよね、はい、もうセレッソのスタジアムがあるところが自転車で行けるんよ、はい、うちから。そこで草サッカーやってる社会人の人たちがいて、はい、混ぜてって言って、一人で行くんですか。一人じゃない、その時にジュニアユースの時に一緒に最初4人ぐらいで行ってんけど、はい、もうすぐ1ヶ月で友達とかもやめたんよ。そういうメンバーが面白いとこあるでって言ってくれて、でその子らと一緒に行ったりしてて、だからそっちで純粋にサッカーを楽しむ時間を過ごしてる、はい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 、じゃあその草サッカーの中で得られたものは、うん、まあ、楽しさとかそういうものでガンバの方はちょっとまあ挫折というか悔しさとか、もう中1でもう完全な挫折で、その小6までの自己中で人に文句言ってた、自分が一番やっていうスタイルから一番下を経験したから、言われる言われる、もう言われ役完全に。でもそれと学校での日常は今みたいな感じのどっちかというとスタイルやったよ。だちょっと二面性があった、もう俺そっちではそうなっちゃって、もうおとなしくチームメイトとも会話ほとんどせえへんし、そこからですよ。でもそのなかなか結果が出なかった中学校1年生から続けて試合に出れるようになるわけですよね、うんうん、これはいつ頃から出れるようになったんですか。でも中1のその最後の方はずっとベンチに座って途中交代でっていう感じ、1年生ね。で俺より全然上手い子もおってんけど、やっぱ走りもあったんよ、うん、でそれが嫌な子がやっぱ上手い子っておるんよね、うん、そいつらもやめてったんよ。さっきの言ってるようにね、ここもいなくなったよ、下もおらんようになったけどここもおらんようになった、ほな序列上がってったんよ、ほんとほんとに。へえ、面白いもんやなと思った。2年生3年生っていうのはどんな。2年生になったら3年生のグループにちょこちょこ呼んでもらうようになったんよ。たまにお前こっち来いって言われるような、はい、でそれで俺は中2でも呼ばれながら、もうそれめっちゃ嫌やったんや、中2で行くのも。先輩にも言われる、同級生もうまい子らだけ、ほんと A っぽい子しか行かへんのよ、はい、だから優しい子らあんまおらんかったんよ。でもまあ頑張らないとって、うん、やっぱ上手くなれる場所やって、うん、でさっきの言った長井公園行って友達と草サッカーやるっていう楽しさとリフレッシュしながら向かい合ってた感じで、その中学校3年生の自分の代になってからは、うん、もうこれはもう、うん、ジュニアユースユースの6年間で一番中3が楽しかった、やっぱ同級生で今まで B チームの優しい子らが A チームで主力になってきてくれたから、はいはいはい、優しいよみんなっていうのもあってあんま言われなくなってきたよね。だから一番楽しくできてたのは中3かな、はあ。そして中学卒業後、うん、ガンバユースに昇格しますけど、うん、そうそうそう、まあそう言われてみると、うん、なんつうかエリートですね。いやエリートじゃないやん、だってジュニアユースに入るときはセレクションなんやで。だから周りのレベルが高かったん、これは本当にラッキ ー。だからゴールデンエイジは裏ゴールデンエイジ、ゴールデンエイジくっついてってたんですね。そう、どん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 稲がおったから。あ、じゃあいいそのモデルというか、まあ、ベンチマークする人がいたんですね。そう、稲はもう稲と藤は上のランクでこういうのがプロになるんやって、彼らにはなれないと。だからもう中1でもうプロは諦めてたから、もう次元が違いすぎたから、ああもう俺プロは絶対なられんからどうしよう、なんでガンバのジュニアス来てんやろうな、みんなプロになるために来てんのにどうしよっかなって。で特技サッカーって言えるようになろうと思って
ガンバのジュニアユースに行って、そしてそのガンバユースに昇格した一方でですね、うん、高校は天王寺高校に一般入試で受験されて、うんうん、勉強の方では超名門って言われる高校ですよね。でこれはまた一緒で兄弟の関係性があって、はい、兄姉も天王寺だよ。まず兄が天王寺入って、はい、で次姉が入って、はい、じゃあ君の番だよねっていう。だから中学校3年間の勉強の仕組みっていうのが、まず兄が形を作ってて、次姉が真似して、その2人がやったモデルを俺が中1からまた繰り返しやるっていう。だから塾行ってたよずっと。勉強の方は割と得意だったんですか？いや小学校の時は普通になんていうかな平均点でも、それがもう天王寺に入るっていうのが橋本さんの家庭の中ではちょっと当たり前っていうか、うん、そうそこをまあ目指しますよねっていうスタンダードに考えて進んでいきますよね。じゃあ塾はここに行って、この勉強はしとかなあかんからって言って、英語は中学になったら入ってくるから英語の塾は絶対行っときなさいっていうことで、もう中学から英語は行ってて、で他の科目もまあそこをゴールに受験勉強せなあかんし、まあ中間期末とかそういう勉強していかなあかん。それはもう兄姉から得た情報を繰り返しやっていくっていう、ここ押さえといた方がいいよ、ここ押さえといた方がいいよ。すごい。これ多分この鈴木啓太チャンネルを見てくださってる方々ってパパ、うん、多いんですよ。当然その子供がサッカーやってます、うん、サッカー選手になったら嬉しいなっていう方々も多いですし、うん、でも勉強もちゃんとさせなきゃいけないとかっていうのも多分考えてらっしゃる親御さんも多いんじゃないかなと思うんですけど、両立っていうのは可能なんですね。可能です。中学はそこまで個人的には難しくなかった、うん、これ面白いな。これあれですね、やっぱ環境が人を育てるっていう話ですよね。めちゃくちゃ大きい。高校2年生の時これ2種登録されるんですよね。あ、されてますね。トップチーム、はい、ユースにまず入って1年生の時とかってどんな感じだったんですか？1年生の時も正直ガンバのユースに行きたくなくて、セレッソに行きたかったよね。それなんでですか？遠いからとか。遠いのもあるし、また中1の思いをすると思ったから。あ、また中1、もう一回あのしんどいのを高2高3いて、高1でそこから洗い場通るユースから入ってくるんよ、はい、で彼らも関西のトレセンに入ってるような、で俺はトレセンも1個も入ってない選手やから、またそういうのが入ってくる。で大阪府トレセンの子も何人も入ってくるっていう話になって、ユースになったらもっとレベル上がんの、いやきついわこれはと。自信なさすぎでしょ自信なさすぎて、逆になんか本当にこの人はプロになれるんだろうかってちょっと今逆に心配になってきました。この後プロになれるのっていう。そうやね、若干心配ですけど。でもそれが高校2年生の時に2種登録になるんですよね、うんうん、これってもうプロへの扉じゃないですか。そうって思って、すごい自分の中でえすごいやんって思ったんやけど、うん、10何人したい多分20人ぐらい2種登録したんじゃないかな、それの1人。じゃあそれはなんか流れの中で2種登録なのかなって思ったってことですか？思った部分もあるし、なんとなくこう嬉しく思う部分もあるし、はい、っていうぐらいの感じ。でもだってプロの試合に出れる可能性が出るわけじゃないですか。そうそう、だからサテライトの練習に行きたい、夏休みずっと。高校3年生になって、うん、まあプロ、うん、さらに意識するようになるじゃないですか。なってない。してないんですか？はい、やっぱりこれなってないかもしれないな、ハッシーさん。プロになってないかもしれないぞ、これは。全く意識してない。俺らの年が浪江国体っていうのがあって、はい、それに俺選ばれるのが高校3年間の目標やったんよ。国体、大阪府選抜。そう。に入るのが俺ガンバユースでやる目的にしたんよ。はい、もうプロにはなれないから、はい、でもガンバユース行きたくないとこに行く。じゃあ上手くなって、なんか目標ゴール置かな嫌やなと思って。それが国体に入ること。で、国体に入ったら、カンカン同率からサッカー推薦もらえるんちゃうかっていう。大学を見据えてたわけですね。大学受験せんと、はい、これを入れるチャンスはそこにあるんじゃないかっていうのを目標に置いたよ、高1の時に。でも高3もそれに向かって、国体だけはなんとか入りたい、頑張りたいって思ってずっとやってた。プロという言葉はもう中1でもなくなってるんで。なくなってたんですね、はい、でも巡ってくるわけですよね。夏8月ぐらいに上がれるかもしれんけど上がりたいって言われて、上がりたいですって言って、
で1回言って分かったって言って1回持って帰ってまた言われて、はい、上がれるっちゃ上がれるけど練習生やねんけどいいって言われてプロは無理やったわ、はい、あいいです練習生でもなんかプロのラインを1個超えれたら、はあ、僕はいいですって言ってあああのプロ契約してません私え練習生です半年契約ですそれ誰かも一緒だったな B がつく人そうですその B がつく人そうです同期ですそれはでも大学に行こうって思ってたわけじゃないですか、うん、でもチャレンジするチャンスがあるからって選びますよね、うんうん、でもご家族いらっしゃいますよね、うんうん、これ家族会議になりませんでしたなりました大学行きなさいですよねですなんて打ち明けたんですかあでもトップ上がれるよっていう話でどうすんのみたいないやそっち行きたい、うん、いやでも大学行かないといけないよ受験しなさい、うん、おおどうしよう、うん、で担任の先生に相談していや今こういう理由で、うん、あのプロでやっていきたいと思ってますとそっちの世界に入ろうと思ってる、うん、でも大学も行きたいから、うん、っていう話してたら学校がそういう指定校の大学であるっていう話になったよね、はいはいはいあそれやったらそれ行きたいです、はい、っていう思いになったんやけど、はい、それがねちょっと京都の方やったよね、で頑張ってその頃に吹田万博に移ったんよ、はい、昔って京都に練習場があった、はい、ガンバも、はい、だからすごいそっちで通いやすかったからよかったんやけどそれ行っちゃうと両立はちょっと難しいんちゃうかって思ってどうしようどうしようって考えた結果近くにあるぞ大学大阪市立大学っていうのがそれでも大変な大学ですよね。そうですね。ちゃんと、まあ一応センター試験とか学力ないと。そうセンター試験受けて、あとその時に経済学部は一芸入試っていうのが今あるかちょっとわからないけど、はい、一芸とセンターのある一定のラインを超えれば合格するっていう仕組みがあって、それを使っていきました。その時に神様いるなと思ったけどね。その大学合格したって分かった時、これはいけるって思って。これでも当時。うん大学生とプロサッカー選手、まあ、練習生といえどもプロサッカー選手、うん、二足のわらじ履いてる選手っていなかったっすよねいるんですよこれいるんですか先輩に宮本恒康です俺が中3からユースに上がるタイミングで恒くんはプロになりますプロになってで大学大学行ってそうじゃあそれは全然思いがけない世界じゃなかったってことですね それがまた例があったんよだから例があったから高校でもその話をしながら前例がこういう人がいてってやっぱ環境は俺は恵まれてたと思う運が良かったと思う本当にその、まあ、大学行きながら練習生で、うん、でも半年ですよね契約期間は、うん、これどうやって勝ち取ったんですか2002年西野さんが監督就任されますよね、はいはい、天気ですここは大きかったです2007年には初めて日本代表に招集されますよね、はい、まずプロになって子供に1試合でも試合出たよって言えるようにするのがプロになった次の目標やったから俺だからもう信じられへん状態よね